ここで一度集中を高めて、さあ呼吸を合わせていきましょう。皆さん一目散に駆け上がります。さあ皆さん便利数字に頑張れと応援を送ってあげてくださいね。頑張って。さあ障害物の上ではペンギンたちの行列ができていますよ。シャッターチャンスです。皆さん可愛らしい姿をカメラに収めてあげてくださいね。さあゆっくりゆっくり歩いていくと、今度はカピバラ水槽前へとやってきました。カピバラ水槽には兄弟の太郎と龍太が暮らしています。さあカピバラ水槽前の通り着いて、今度はなだらかなスロープです。さあこちらは簡単なのでしょうか。とてもスムーズに乗り越えていきます。そしてまたハードルジャンプが待っています。低い方は10センチ、高い方は15センチなんです。さあたくさんのペンギンたちが真ん中低いところを選んでいるようですね。とても順調です。さあ始まっていくことができました。また折り返してくるコースとなっております。皆さん楽しみにしていてください。さあところで皆さんはペンギンたちをご覧になっていて、一羽一羽を見分けることはできましたか。そこペンギンたちみんな同じ顔をしているので見分けるのは難しいですよね。でもペンギンたちを見分けるポイントがあるんですよ。それはペンギンたちの翼についているカラフルなバンドです。こちらのバンドは色が10色あります。ペンギンたちはそれぞれ色が違うバンドをつけていますので、この組み合わせを見ると見分けることができるんです。皆さんもぜひお気に入りのペンギンがいましたら、バンドの色も覚えてあげてくださいね。さあお話をしていると、またスロープへとやってきました。誰だからスロープを乗り越えて、また一本橋に挑戦です。さあちょうど私の近くまでやってきました。ではこちらでまた足並みを整えていきましょうね。さあタイミングを合わせて、今ゲートが開きました。さあこちらもどん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 階段を駆け上がっていきますね。さあ皆さんの方を向いているペンギンもいますよ。さあそろそろゴールも見えてまいりました。ではここで皆さんペンギンたちに拍手と頑張れの声をかけてあげましょう。さあでは皆さん拍手をお願いします。あと少しです。ありがとうございます。さあお友達の頑張れという声もきっと届いているはずです。ありがとうございます。さあもうゴールは目と鼻の先です。最後の障害物はハードルジャンプです。さあお散歩会長に続いて最後まで頑張りましょう。よいしょ。さあもう一歩、ではただいまよりこちらの障害物の後片付け及び清掃作業を始めます。今しばらく階段席にてお待ちください。ではただいま清掃作業を行っておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。こちらからご案内を申し上げるまでは階段席にてお待ちください。清掃作業が終わりますと、引き続き10時15分からはハイフォルニアアシカのお食事タイムが始まります。こちらも合わせてご覧くださいませ。さあどうやら今回ペンギンたちの落とし物が少々多かったようですね。では清掃作業が終わるまでお待ちくださいませ。
様最後までのご観覧誠にありがとうございました。この後もどうぞごゆっくりとアクアワールド大洗で楽しいお時間をお過ごしくださいませ。